はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は新加入選手お披露目ということで浦和レッズのですね新体制発表会が本日行われましたので、そのまとめですねをやっていこうと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、まあ補強の可能性示唆って書いてますけども、西野テクニカルディレクターからですねまだ動いてるっていう話もありました。そして新背番号ですねのまとめ、新加入選手の背番号とか、あの背番号は誰が引き継いだのかとか、まあいろいろ面白い背番号になったと僕は思っているので、そのまあ背番号のまとめと、あと阿部勇樹コーチがいよいよ誕生と、ね、いうことでこの辺のお話もしていこうと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、あと西大吾の対談もちょっとびっくりはまあしましたけども、そういうのも含めてやっていこうと思っておりますね。はい、ということでこのチャンネルは毎日 J リーグの話をしております。まあ、内容としてはご覧のような感じでございますけど、サブチャンネルの方もやっておりますので、よかったらサブチャンネルの方も、動画概要欄の方からよろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょうかね。まず新背番号ですけども、今回も新しい背番号の人だけですね、を一応紹介をしていこうと思っておりますけども、まずは背番号3ですね。宇賀神の背番号3、まあこれは本人がですねまあ言っていたんですけどもね、宇賀神智也がまあ伊藤敦樹に託すということをブログでも話されていたんで、まあ多分これ背番号3は宇賀神の背番号を引き継ぐのは伊藤敦樹じゃないかってまあ言われてはいたんですけど、その通り伊藤敦樹に決まりましたね。これは本当伊藤敦樹にとっても特別な番号なんで、まあその宇賀神のように本当活躍愛される選手になってほしいと思いますね。そして背番号ね、背番号6は新加入真渡選手に決まりましたね。まあ背番号6って僕の中でやっぱり遠藤航のイメージがあるんですけど、真渡選手が今年は背番号6ということで、そして新背番号8ですね、小泉が新背番号8ということで、なんかこれ小泉の8番ってなんか似合うなって感じがしますよね。なんかねぴったりな背番号じゃないかと、思いますね。そして背番号10ですね、ねこれもね多分本人がインスタかなんかに、10番シャープ10かハッシュタグ10って書いていたからっていう噂はありましたけども、まあ、その通りですね、このまあ背番号10背負ったんで、それなりの活躍を期待をしたと思いますね。はい、そして背番号11松尾選手ですね、帰ってきた、松尾の背番号が11、これもなんかしっくり、きますね。まあこれは田中達也ですね、田中達也から引き継いだ番号になるんですけど、松尾の背番号11なんかこれはぴったりイメージに、この背番号とプレースタイルがね合致する感じがするんで、頑張ってほしいと思いますね。はい、そして背番号14ですね、杉本健勇の背番号というよりも、まあ、平川コーチの、背番号を引き継いでくれたって僕は思いたいんですけど、関根来ましたね。まあもともとこれ平川コーチはこれ関根の目標とするね、方だったんで、この背番号14を関根がまあ引き継ぐというのは自然な流れというか、本人もこれね一つモチベーションになるんじゃないかと思います。やっぱ背番号14、浦和の背番号14はサイドアタッカーがこれね本当走り回るような、ドリブルでどんどんこれ仕掛けていくような、ね、イメージがやっぱ僕の中にもあるんで、この平川コーチのようにですね関根も頑張ってこの背番号14にふさわしい活躍を期待したと思いますね。はい、そして次こちら、新背番号その2ということで、背番号16は新江川選手ですね、水戸から移籍の新江川選手が背番号、16ですね。長谷部の背番号17は今回は秋になるんですかね。背番号19が岩尾選手に、なりました。まあこの岩尾の背番号19はこれ確か湘南ベルマーレ時代のまあ新人の年、ルーキーイヤー初めてもらった背番号が岩尾選手は確か背番号19だったんで、まあこれね、まあ初心に戻るじゃないですけど、岩尾選手はまあそのルーキーイヤーの自分のルーキーイヤーだった背番号19を選んだ可能性も高いですし、まあ 1+9 で10、背番号10ってこれもまああり得るかな。結構これ、ね、サッカー選手って背番号のこれ2桁の選手は足して10とか足して9とかね、狙う選手多いんで、まあその可能性もあるかもしれませんけど、まあ新規ってね背番号19岩尾選手本当期待した、本当ねこれピッチの監督としても期待をしたと思いますね。そして背番号20知念選手ですね。まあ知念も背番号20ですね。まあ背番号5がだから空いてるんですよね。まあショルツとか知念とかつけるのかなって思ってはいたんですけど、今回背番号5は空きということになっておりますね。そしてこれ、背番号22ですね、阿部勇樹が長らくつけていた背番号22を継承したのは柴戸海ですね。これ僕は
ねこれ九州に住んでいるんで見ていないとか見ることができないんですけれども、GGR の方でですねこれ、あれらしいですね、なんかこう阿部勇樹が、柴田に、まあ、あと任したぞみたいなことをなんか言ったとか言ってないとかそういう話を聞いたんで、まあそういうことでいうと、まあ、柴田会が継承するのはまあ自然な流れ、それぐらいやっぱ阿部勇樹からも期待をされた選手と思うんで、これは本当期待をしたと思います。本当ねこれ阿部勇樹の背番号22であるんですけれども、まあ、そこはね阿部勇樹の番号だからといってこう気負うことなく、こう、柴田会、この柴田会のイメージになるように背番号22を背負ってほしいと思いますね。はい、そして背番号24ですね、やっぱ出世番号24は宮本選手になりました。まあ、これ後から最後話すんですけども、西ね、西大吾が退団したんでね、これ右サイドバックの争いはちょっとね激しくなるんじゃないかと、予想されますけれども、まあ、新人宮本選手が、ゆるき選手がつけていた背番号24を継承するということになりましたね。まあ、本当右サイドバック西選手が退団したんでね、宮本選手にはより一層期待をしたと思いますね。はい、そして次こちら、新背番号最後ですかね、これが最後ですね、安井選手は背番号25ですね、そして木原選手が26で、この新人2人がこの番号に落ち着き、そして27に松崎選手ですね、そして、工藤選手、新人工藤選手が42番、そして、新加入大畑選手は背番号44ということになりました。まあ、これがだから、まあ、背番号って結局ね、まあ、この背番号に思い入れのある選手もあれば、まあ、そうもない、そうでもないって方も、まあ、多いんですけど、もうやっぱりこうなんていうの、最初に紹介した松尾選手の背番号11とかもそうですけど、なんかこうやっぱイメージに合うような、そういうのやっぱあります。背番号ってやっぱどうしてもそれまでにつけていた選手、まあレジェンド級の選手のこのイメージとか引きずってしまうんですけども、この選手たちがですね自分のこれ背番号にしてほしいと思います。まあ、柴田会の時も言ったんですけどもね、阿部勇樹の背番号でももちろんあったんですけど、それはもう過去は過去ということで、これからこの背番号22のイメージを、22って言ったら阿部勇樹か柴田だよねっていう、そういうふうに思わせて、くれるぐらい活躍を期待したと思いますし、まあ、この背番号22は阿部勇樹の番号だよねじゃなくて、まあ、柴田会の番号だって将来的に、言われるように頑張ってほしいと思いますけどもね。はい、そして次こちらですね、まあ、西野、テクニカルディレクターが名言ということで、まあ、さらに補強の、可能性示唆ですね。まあ、これは多分話が出るであろうと、まあ、想像はしていました。まあ、フォワードの補強ですよね、これもちろんですね。まあ、本人はですねまだ編成は完了したとは、思っていないと発言をされているんで、まあ、これね最後のピースについては活動中だって話しているんでね、これフォワードの、獲得を示唆はしてくれているんですけれども、いやまだねうち編成終わってないんですよ、最後のピース、そうでしょセンターバックでしょって言ったら僕はひっくり返りますけどもね、センターバックだったのみたいなこと、まあセンターバックでもまあって感じはしますけど、そこは多分フォワードのことを言っているのは、間違いないと思います。まあ実際背番号9が空いているんですよね。これ今回ね背番号全部見てもらったら分かるんですけども、浦和レッズの背番号9、まあ要はフォワードのポジションですね、エースストライカー、まあ浦和レッズでいうと特にこれ特別な背番号9にはなってきますけども、が空いているということで、まあこの新加入選手には浦和の9番をいきなりつけてもらうかどうか分かりませんけども、まあ、フォワードの獲得にはおそらく動いているであろうと思いますが、まあ、長くて春まではもしかしたらかかるかもしれませんね。これ、まあ、日本の J リーグのウィンドウが多分3月ぐらいで閉まりますし、まあ、その前にヨーロッパですね、海外の市場がまあ1月末で閉まる、で1月末までに決まらなかったフリーの選手というのをまあ2月に取るとか、そういう可能性ももちろんあるんですけども、ある程度やっぱりね、お金払ってでもちょっと連れてきたいっていう選手はやっぱり今月中に決めないといけないと思いますし、あと正直今年はもう夏まで待てないんですね。これまあ例年とちょっと今年は違うんでね、まあ例年であればまあちょっとねこの春までに選手取れなくても、まあ夏までに取れば、この間のショルツとか、ね、酒井宏樹とか平野みたいに後半戦活躍してくれればいいよねっていうわけにもいかないのが今年の日程ですね。まあこれ、ご存知の方多いと思いますけども、もう今年の夏って言ったらシーズン終盤に入ろうとしている時期になってくるんですよね。これカタールワールドカップの影響で今年はシーズンの閉幕が早いということで、多分11月にはもう終わってしまう。そしてまあ11月に終わるシーズンで、7月とか8月の話、そこに補強ってなってくると、もうシーズン終わっちゃうじゃんって。これ8月にね夏に加入しても、まあ合流するのは隔離期間とかもしあれば9月とかになってくる。まあ、昨年でいうとショルツ選手とか酒井宏樹は、ショルツは8月だったから、まあほ
とんどね8月の終わりとか、ね、9月ぐらいにデビューしたのが浦和レッズの新戦力たちなんでね、そういうことを考えるとまあ夏まで待ったら、まあ、シーズン決まってる可能性もあるということで、できれば3月、この J リーグのウィンドウが閉まる、まあ、3月までには、獲得をしてほしいと思いますが、まあ、こればっかりはねどんなに動いてると言ってもだからまあうまくいくとも、まあ、限らない。そこはやっぱりある程度覚悟は必要かなと思いますけど、まあ、今の裏のこの、ね、強化部であればフロントであればいい選手を取ってきてくれると僕はまあ信じて待とうと思ってますけどもね、本当だからユンカーのこれ稼働率が本当ね、本当怪我なく過ごしてほしいと、思いますけどもね、はい。そして次こちらですね、阿部勇樹コーチ誕生ということで、まあ、トップチームのコーチではないんですけども、今年からまあユースチームですね、浦和レッズのユースチームのコーチに、就任が決まりました。まあ、現在 B 級ライセンスを所持しているということで、ここからまあ J リーグの監督、プロの監督になれるための S 級ライセンスを目指していくとは思いますけども、この指導者のやっぱり第一歩じゃないですけどもね、まずユースの、コーチとして、まあ、阿部勇樹には本当頑張ってほしいと、思います。本当阿部コーチ誕生ですからね、早かったな、本当素晴らしいですね。そして、まあ、あとねこの息子で、息子さん阿部勇樹選手の息子さんも、ユースに所属をしています。浦和レッズユースに所属しているんで、多分2年後ぐらいにはもしかしたら阿部コーチ、阿部選手、ユースのですね阿部選手息子が、もしかしたら加入してくるかもしれません。そこはまあ弱肉強食の世界なんで、ね、これねユースチームもう一個上の、まあ、これ上がれるかどうか分かりません。まあ、高校年代の、上がれるか分かりませんけども、まあ、そこをやっぱり期待してたいですよね。これね、阿部勇樹の息子が将来浦和レッズのこれトップチームにこれ入ってきて背番号22を背負うとか、ね、ちょっと見てみたい気もしますけども、そこはね、まあ、外からのプレッシャーかけすぎてあんまり良くないと思いますけど、まあ、何せ本当そういろんな今後の浦和レッズの未来、そういう意味でも、ね、明るくなってきたなって感じが今回のこの記者会見発表会見て思いましたけどもね、はい。そして、最後ですね、最後、ちょっと寂しい話で最後終わってしまうんですけども、西大吾対談発表ということで、まあ、これは噂はねありましたね。なんか多分これ、まあ、某、ツイッターアカウントですね、マルコさんがまだ、いる時ですね、今ちょっとマルコさんもツイッターやめてしまっているようであるんですけど、マルコさんが多分11月か12月ぐらいに浦和レッズの、両サイドバックですね、右サイドバックと左サイドバック2人日本代表経験者が、抜けるよっちゅう話を実はマルコさんしていて、それずっと僕は、覚えていたんですよね。まあ、こうマルコさんってあんまりこう、ね、評判が良くないというか、まあ、嘘つきじゃねえかって言われはするんですけど、僕は基本的にあの方は多分サッカー関係者に近い方じゃねえかなって、思っています。まあ、根拠はあれなんですけども、僕は多分全くのど素人が適当につぶやいているとは、思えないので、それなりの方かなっていうのは、やっぱあったんですけども、やっぱりこれ西とかね、山中選手の対談を当てるじゃないですけどね、で、まあ、西の対談になるっていう話ですけども、ということで、まあ本当右の2番手争いは真渡選手か宮本かっていう話になってきますが、まあ編成的に見ると真渡選手は両サイドバックで使いたい、まあ、右もできるし左もできる、まあメインは真渡選手の右とはね思うんですけども、まあ左サイドバックが現在ね本職大畑選手しかいないんでね、秋元選手何回も言ってますけど、秋元選手を左サイドバックの本職として、まあこれからやっていこうっていうのは分かるんですけど、まだちょっとやっぱ不安な点もあるし、まだ秋元やっぱサイドバックよりもう一個前で見たいっていう僕の中であるんで、僕の中ではですけどもね、左サイドバックは、現在本職は大畑選手のみに僕の中でなっているんですね。これはもちろんこれ秋元選手が今後、左サイドバックの本職として、日本代表デビューするポテンシャルとか可能性はもちろんあると思いますし、そこは期待は、したいですし、秋元選手のサイドバックが悪いとは言わないんですけど、むしろいいんですけども、しかしまあやっぱ秋元選手っていうのはもう一列前で僕は見たい選手なんで、まあ、僕の中でちょっとひねくれた考えかもしれませんけども、左サイドバックの本職が今大畑選手しかいないという状況で、しかしまあその大畑選手も現在怪我をしているので、まあ、だから真渡選手に結構これ出番は、多くなるんじゃないかなって感じがしていますが、まあ、そこはどうまあ編成するか分かりませんが、まあ、このやっぱ西の移籍というか、まあ、対談というのは今回相当に痛いんじゃないかと、思いますけどもね、まあ、1年前はまさかの、加入で驚いたんですけども、今年はまあ1年で対談ということで、まあ驚きつつも、まあまあ、西大吾ももっと、ね、プロ選手としてまだやれると思うんで、確実にもっと出番が増える場所でやるのもいいのかっては、思いますね。まあ、思えば本
ば西が復帰後ですね、特に昨年の春先の調子が良かった時っていうのはやっぱ西の活躍っていうのは確実にありましたし、ルヴァンカップのあのまあユンカー選手のゴールのアシストも西選手からだったんでね、まあ、そういう意味で本当ね、残念な対談にはなってしまいましたけどもね、西選手の最後のこのコメントをですね、オフィシャルに掲載された、コメントになってきますけど、スタジアムで We Are Reds を聞きたかったってことをね話されていたんでね、確かにこっちも聞かせたかったって話ですよ本当ね、西大吾とか新加入選手に We Are Reds このコールを聞かせたいっていう気持ちはもちろんあるんですけども、それが、叶わずということで、そこはなんかこうね、ああそうだよなってこう、最近入った選手はまだ We Are Reds のこのコールを聞いてないんだよなとか思うと、なんかこうね辛いというか本当、もやっとした気持ちになりましたけども、本当そこは本当残念であるんですけども、本当西選手また今後の活躍を期待したいと思いますね。はい、ということで以上になりますね。以上パルプンデジェルサッカーチャンネルのつつんじゃよかったチャンネルとお送りします。さら。